まさか君たちがここまでたどり着くなんてね。やるじゃないか、面白い。久しぶりに再会したというのに、今すぐにでも命のやり取りをしたそうな勢いだなあ。そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたりただその代理人をしているに過ぎない。首謀者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ。頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの。どうやら変わっちゃったみたいだね。情けなくて小胆なヘナチョコに。些細なことだって。間違ったこと言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。茶碗がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも茶碗は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい。これを実現するのにかなりの力を費やしたのは僕たちにとって有益なことだからさ。そして今その結果を見てみると、全て価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、力を追い求める弱者を引きつける。ほんの少しの代価で世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんてお得だと思わない？メガリレーはお前たちがけしかけたのか？まさか初めから。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は僕たちが利用できるほどほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間をかけるだけで内部から攻め落とせるほどにね。永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。だけどその間にある一つ一つの節目はとてつもなく脆弱なものになるんだ。帝国軍にいる君の友達のようにどんなに努力しても無駄なのさ。水中の泡のように美しさを放った後は破滅が待っている。失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほどそれに抗う。こういう茶番は見ていて滑稽で実に楽しいものだね。おい、落ち着け。なんかな。それだ、怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエウサにとって憤怒は最高の餌。どうしたのよ。しっかり見ろ。わらわの後に繰り返すんじゃ。あーん、ほれ早く。ほう、すぐにわらわが分かったということは少なくとも脳に支障はきたしていないみたいじゃな。うん、やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっては残念すぎるじゃろう。うい、さっきから聞きたかったんだけど、なんかお前の話し方とか雰囲気とかオイラたちと最初に会った時とだいぶ違うような。そうか、おそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう。それにわらわはずっとこんな感じじゃぞ。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。わらわはその点についてよく知っておる。じゃからどの一面であろうと
すべて本物の自我。ただ人とはそれらを無意味に定義したがるものなんじゃ。差し当たって人間に属するこの社会において、わらわも自分の好きなようにやっておるだけじゃ。全然わからない。もっと人間というものを研究するんじゃな、小さいの。何時にもわかる日が来るじゃろ。オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから、お前が何をしたのか全然わからなかった。鳴神大社の秘宝じゃ。あの残響というものが一瞬にして地面にひざまずき命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じるか。そのようなことを考えるより、どうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞ。そうは思わぬか。でなければやはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。とは言ってもそれほどかしこまる必要はない。わらわが欲しいのは汝の行動じゃ。汝は今まだ邪眼のことについて考えている。そうじゃな。安心せい。すでにあの渡津見島の指揮官が手下を率いて総統に出向いた。それに邪眼の使用を禁ずる重大な軍令も発せられておる。あの残響というものも拠点が露呈している状態で自らの同僚のため無駄な抵抗をすることもないじゃろ。産後の宮ここみという女、実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたいものじゃが、信仰の違いとは厄介なものじゃな。厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを何時に伝えたのは安心させるため以外にも、何時に頼み事があったからなんじゃ。何時あやつに会ったな。わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いておる。そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている本物の雷電将軍、その名はエイ。それって儀式にいたのは人形で、本物の雷電将軍はその後に会ったやつだったってことか。つまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたと。あれこそ雷電将軍の永遠だからじゃ。この国の永遠を追い求めるには、まずは己が永遠に触れねばならぬ。肉体はやがて土に帰り、人形がそれに変わる。精神は摩耗からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し、瞑想を用いて全ての障害を回避しているんじゃ。じゃああの刀で切り開かれた空間が一心浄土、あやつの心の世界のようなもの。基本的には自我の存在のみを許す空間じゃ。自我の世界に閉じこもり、外の雑務は全てただひたすら永遠へと突き進む人形に任せておる。それがエイが模索した永遠への道じゃ。モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でも雷電将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃがあやつのやり方、まるで自らの部屋に閉じこもる拗ねた子供とそっくりじゃと思わぬか。あやつの言う永遠はもうとっくにあやつの思う永遠になっておる。詰まるところ失うのが怖いんじゃ。汝とわらわは
同じ立場におる。汝はメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じじゃ。ただついでにこの国とあやつも救いたいのじゃ。そしてここが肝心なんじゃが、一心浄土がエイの心の世界を表しているというのなら、そこであやつを打ち負かせば、あやつの意志を変えることができるやもしれぬ。それがお前の考えたメガリレーを廃止する方法か。言葉で説得したり、抵抗軍の力で改革を起こしたりするんじゃなくて、直接ライデン将軍の心の世界を変えるのか。理解が早いな。ともかくこれこそ稲妻が暗黒の永遠に陥る前に、それを正しい軌道に戻せる唯一の方法じゃ。まだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土は基本的に自我のみを許容する空間。汝がそこに行けたということは、つまりあやつは汝に十分な関心を持っているということじゃ。あやつもきっと永遠にとってこれほどまでに不安定な個体は見たことがなかったんじゃろう。他のやつは入ったことないのか。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで一度たりともなかった。それどころか、あの空間がどのようなものなのか知る者もおらぬ。汝の存在は契機だけでなく鍵でもあるんじゃ。やはりわらわの期待通りじゃな、わっぱよ。あれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対ライデン将軍特訓。汝のために特別に用意したんじゃ。